ナイス DTM サウンドクリエイターマルチボーカリストのキッくんです。今回は、ガレージバンドの使い方4回目ですかね。今回もご覧くださりありがとうございます。今回は、ベースのフレーズを入力していきましょうっていうところなんですね。ベースのフレーズです。 OK ですか？で、まずよくねいただく質問として、ベースがそもそも何なのかわからない、どういうふうにベースはわかるけど、なんかどういうふうに打ち込まれているのかわからないという意見も意外と聞くんですよ。なのでしっかりとここでね、まさに入門編といったところでしっかりと学んでいけば、あとあと困ることはないので、ぜひチェックしていってくださいね。ではまず前回やったのは何かというと、この夜遊びのね怪物のイントロですかね、イントロの雰囲気を、このように作ったものがあって、これを打ち込んで作っていこうっていうところなんですけれども、その中でねドラムとコードまでは簡単にできましたっていう話です。こんな感じ。そう、ぜひねピアノロールの打ち込み方っていうのは本当に前回前々回を要チェックしてくださいね。かなり大事な部分なので、この今回の動画の理解度もかなり上がります、それを見ていただくことによって。あとその他僕のチャンネルではベースのねスラップベースの打ち込み方とか、そういうテクニックの上のランクのテクニックのものもたくさん動画あるので、ぜひチェックしてくださいね。ではまず音色を読み込んでいきましょう。ベースを読み込んでいきますね。じゃあまずここをプラスボタンをクリック。そしたらソフトウェア音源をクリック。作成。そしたら次に、ここ、見ていただくと、ベースってありますよね。ほら、ベース。親切に。ね。そうすると、何ベースがいいですかっていうのをメニューで示してくれるんですよ。例えば、フィンガースタイルとかね。指弾きのベースとか。リバプールっていうね。ちょっとこれ地名だと思うんですけど、ビートルズが弾いてたような、このマイルドなサウンドとかね。あと、ミュート。これは奏法の違いですね。このプンプンプンっていうのはありますね、よく。曲の A メロとかで使われてそうな、歯切れのいい、奏法なんです。あとはピックベース。これはもう本当に指じゃなくてピックを使って演奏してるから、音が結構こう硬いんですよね。いいですよね。っていうのがあります。これシンガー、スティンガーベース。あ、これまだ機種違いって感じですね。あとこれアップライト、これがまたポイントなんですよ。聞いてくださいね。ちょっとねスマホで聞いてる人は分かりにくいと思うんですけど、低音なので、なんですけど、これはあのエレキベースではなくて、あの本当にあのよくジャズとかでね、ウォーキングベースとかありますよね、こういうっていう、あのそれです、そのベースです。それも入ってるのがいいですよね。そうです。OK ですか？で、あと、ベースには複数の種類がさらにありまして、今のは生のベース。ね。生の本物のベースなんですけど、このシンセサイザーっていう項目の中にも、実はベースってあるんですよ。ここ。そうしてあげるとかなりの種類ありますよね。こんな感じですね。こういうブリブリなってる。とか、まあ、シンセベースって言われてるのね。要するに言うと、シンセでね、この低音をベース代わりにしてしまおうっていう、まあ、文化というか、そういうジャンルなんですよ。で、打ち込みのがメインのダンスサウンドとかは、このシンセベースがメインだったりすることがほとんどです。まあ、これはまた今後、まあ、深掘りしていったりとか、すでに別の動画で、シンセベースとかね、ベースについての動画で説明しているので、ぜひチェックしていってくださいね。今回は、この普通のベースの中から、フィンガーではなくピックのベースでね、ちょっと固めな音でいきましょうっていう感じで、で、この画面一回閉じますね。ここにピッと閉じますね。音の調整は閉じる。で、ここではこうチェックしてください。こんな感じです。こんな感じ。ベースにもいろんな奏法があるんですけれども、今回はオクターブ奏法ですね。やっていきましょう。これもコマンドボタンを押してクリックしてリージョンを作成しましょう。ね。そしたら今回はこうしましょうか。ここまでにしましょう。なぜならば全部繰り返しなので、この2小節分作れば OK だなと思ってください。ダブルクリックします。
画面が開きましたと。そしたらまたね、この画面の幅をね、このトラックパッドとかここで調整してあげてください、ね、そして見やすい状態にしたら、今回は8分音符がメインなので、8分音符が見えるようなこのぐらいのサイズに広げてあげましょう。そしたらコード覚えてますか？前回のコードだとね、これ見ていただくとほら、ね、DmfGAmっていう風になってますよね。そう、つまり言うと今回はルート弾きをするだけで OK です。今回の曲の場合はルート弾きは何かというと、コードの一番下の音程ですね。そこの音程はルートなんですよ。なのでクン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 、レファソラ、レファソラって入れればいいんですね。じゃあこれ一番楽な方法で打ち込んでいきますよ。レファソラで一回このレの音程を入れます。この C2 っていう結構低めな音程のところに行きましょう。 C2 行きますね。じゃあこの C2 のところで鉛筆モードにしてクリック。そうすると音符が入りましたと。そしたら8分音符の長さまで縮めますね。 OK ですか？うん、8分音符はこの2マス分だと覚えておいてください。で、オクターブ奏法なので、次の音符もレなんですけど、1オクターブ上なんですよ。こんな感じ。そう。こうドタドタって、この繰り返しなんですよ。ドタ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 って。なので、ポイントとしては、このようにね、上でこうクリックして入れていくのもいいんですけど、まあちょっとめんどくさいって場合ありますよね。その場合は、とりあえず同じ音程で連打しておいて、このノートを選択したら、オプションとシフト同時押しして、矢印の上、もしくは下を押してあげると、1オクターブ単位で上げられるんですよ、一気に。半音だとね、オプションのみで、オプション押しっぱなしだと半音のみで上がっていくんですけど、これもこれ大変ですよね。12回押さなきゃいけないの。大変なので、オプションとシフト押しながら、1オクターブ上に上げるっていう考え方。で、ここでの注意ポイントは、普通の4弦ベースの場合、まあ普通のベースは弦4弦なんですけど、その場合って、ここの C1 のゾーンだと、この E までしか出ないんですよ、仕組み的に。なのでそこはちょっと頭に入れておくと、よりリアルなベースになるのかなと思います。ね、今回はちょっと上の方を使っていきますね。はい、できました。ね、そしたら次に、ドタ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 っていうことはもう一回欲しいんですよね、これが。なので、これは編みかけで選択したら、コマンドを押しながら C。そしたら次にここをクリックしてください、ここ。ね、このメーターのここクリックしてあげるとバーがここに移動します。そしたらここをコマンドをしながら V で複製。それ楽ですね。わかりますか？今の入ったの、ドゥテドゥテって入りましたね。入りましたよね。じゃあ次にどうすればいいか、次にまた、じゃあ次 F だからファのところからね、またこうオクターブで入力とかするとまためんどくさいんですよね。そう、まためんどくさいので、おすすめの方法は前回のおさらいになるんですけど、もうすでに打ち込んだこの動き、オクターブのこの動きを全部選択したら、コマンドを押しながら C、 そしてまたここ開始地点にバーを持ってきて、コマンドを押しながら V で複製しちゃいます。そうするとこうなります。全部 D みたいな。まあこれはちょっとこれはこれでオンコード的でかっこいいんですけど、今回はちゃんとあのコードベースも変えていきますね。ではこの、3拍目のところですね。ドゥデドゥデ、次はドゥデドゥデって上がるんですよ。なのでこれをオプションを押しながら上で F のところまで移動します。わかりますか？いや、次いきますよ。次の小節、16小節目いきます。今やったのはこういう感じです。15小節目をドゥデ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 、はい、16小節目の頭、ここ変えたいので、これは G に変えたいので、オプションを押しながら、そう、上げましたよね。そして最後ももちろん、変えていきましょう。 A に変えていきますね。これもちゃんと編みかけで選択してオプションを押しながら上、そうするとほら A になりました。それで再生するとっていう感じ。そしたら次にどうすればいいかというと、一番簡単な方法でやりましょう。上のリージョンを選択してください。上のリージョンを選択ね。そしたらコマンド押しながら C。 そしたらこのちゃんとバーをね、再生のこのバーを17小節目に持ってきてあげて、コマンド押しながら V を連打。そうするとほら全部
選択されましたね。こうすればね、ドラムじゃないベースがこんなに簡単に打ち込むことができましたっていうことです。今回はオクターブ奏法のベースっていうのをお伝えしたんですけれども、例えばオクターブじゃなくてベーシックな8分刻みだったらこんな感じになります。こんな感じですね。これはもうこれで定番のお好みでっていう感じですね。ちょっとさらに細かいベースの打ち込みはスラップベースの打ち込み方っていう動画もあるので、そちらをぜひ見てみてくださいね。今回もありがとうございました。引き続き第5回目も次回も頑張っていきましょう。ナイス DTM。